ですもんね。え、セクハラなんですか？セクハラ君とかの窓口に上がってたのが、はい、窓口、はい、うん、はい、まあそれは前から言ってるよね。はい、うん、でそれを圭君が否定することも何もなくて、普通にいつも会話してると思うんだけど、はい、昨日の今朝方ね、はい、雄一君に、うん、先ほど俺は聞いて、メッセージ送ったんだけど、お互い誹謗中傷するのやめようって俺言ったんだけど、はい、何も知らないことをさ、はい、この YouTuber のこと言われたらさ、俺もさすがにさ、はい、未だに腹のしこりがもうものすごく残ったんだよね。はい、俺はヤフーズの売人だってあっち言うんだよ。ヤフーズの売人だ、はい、俺のことをな、はい、それでお前は飯食っとんだろうって俺に聞きたんだよ。はい、うん、おっしゃる、もうそこまではっきり言って、俺愛知県警でも電話して、はい、俺のこと全部調べてくれって俺言ったるって言ったったよ。はい、うん、マジで、でもお前やっとるだろうと、別にそんな会話なんか一回もしたことないよな。俺やってもらえ、俺薬物って一回もやったことないよ。はい、正直言うな、今警告に今なんだ、あ、そういうのやめようやっていう話はしたことはあるけど、はい、俺やったことないんだよ。はい、おんだけど俺は薬物の売人ってまで言いやがった、言い切りやがった、はい、YouTube で、はい、これって許せることか。いや、名誉毀損で訴えられるんじゃないですか。でなんか出ちゃったらだけどダメって言いますからね、なんか何でもあれみたいな、なんかエンターテインメントだからみたいな。うん、だけど俺何にもしてへんねん。そんなことあらへんねん。うん。でも、うん、頭、でその時に上野さんっていう人もなんか関わったみたいだけど、なんか話。上野さんは驚かしてたけど、上野さんって言ったら何の？はい。え？上野さんっていう人もなんか電話に出てられたみたいだけど、その YouTube の中に窓口に出られた。誰なの？はい。まあ、俺は陽一君のことしか頭なかったから、まあ、完全に頭プツンと飛んじゃったからさ、俺が、うん、お酒も飲んだしね、うん、うん、うん、そこまでじゃあ証拠出してみろってやってないんだから、愛知県警にも全然電話しても構えへんねん俺自分で、うん、うん、なぜ俺はこんなこと言われないし、いかんことが発生したのか全然わかんない、いきなり次って言ってやったのよ、うん、うん、俺に喋ったろうだろう、なんかわけにわからんことなんか喋ってない。俺そんな喋ったこともないんだよ。はい、やってもおらへん男がそんなことできるわけないだろ。はい、うん、どう思う？